こんにちは、花井玲子さん。まあ自分のね、好みの女性というかお付き合いする女性は目の前にいるよっていうことをね、この前回までお伝えしたかったんですけども、まあ極端な話ね、そのいつも行くコンビニにも彼女を見つけようと思ったら見つかるわけですよ。ただやっぱり一人一人の女性にですね、やっぱこう意識を込めていないと、なかなかこの人がもしかしたら、まあ、自分の運命の人かなというふうに思えないってことじゃないかなと思うんですよ。要するにチャンスは向こうから来るわけではなくて、こちらからこう手で開いていくんですよね。これはチャンスかな、チャンスじゃないのかなとか、出会いかな、出会いじゃないのかなっていうふうにね、そして前回はね、こういうふうにまとめました。まあモテたければモテなせってことですよ。モテをなすって言いますよね。まさにね、目の前にいる人を一人一人もてなしていくことによって、次の人をもてなす力がもっともっと強くなるんですよね。その繰り返しが自分をもてさせるというふうに私は解釈してますんで、例えばね、自分が全く気がない人、好みでもない人、もうこの人は絶対付き合わないだろうなって人にも最高のもてなしをするというね、まあ、ある意味トレーニングなんですよ。人との出会いっていうのは次の人に出会うためのトレーニングのために目の前の人を使っていくということで、全てはトレーニングで人生は終わっていくっていうことなんですよね。全ての経験とか知識っていうのは次のステップのためのトレーニングですから、だから今日がね、手を抜いていいってことはないですし、今日が最終試合ってこともないです。そして常に人間は進化をしていって、そしていつかね、進化よりも退化の方がペースが速くなってくる、いわゆる老化とか老いってのがありますから、そういう時に自分は人生をね、整理していけばいいんじゃないかなと思います。その時に近くにいてくれる人が、まあ一生添い遂げる人なのかなと。要するにね、伸び盛りの時に自分のそばにいてくれる人っていうのは、まあ、結構見つかるんですよ。自分が衰えていく時にその衰えを、まあ、見守ってくれる人、もしくは自分が人の衰えを見守っていきたいなと思う人、そういう人に出会えるかどうかってことなんじゃないかなと思うんですよね。いや、私はね、そのやっぱりこう恋愛をする中で、未来が描けない人っていうのはいるわけなんですよ。皆さんもお感じかもしれませんけどね。でもたまにこの人と年を取っていったらどうなるんだろうとかね、この人と20年後とか30年後ってのはどんなビジョンが描けるんだろうっていうふうに興味を持ってしまうことがあるんですよね。まあそういった時にちょっと立ち止まることがあるのが、まあ私の恋愛観かなと思っております。で、花玲子さんの言われたことっていうのは、まあ手を抜かないことが本気になるということ、まあそう言えなくもないんですけども、花玲子さんの動画の通りに考えていっていいんではないかなと私も思うんですよね。ということでね、まあ年下好きであろうと年上好きであろうとも、目の前にいる人を徹底的にもてなすことが自分をもてさせることだと私は思いますね。もてなすってことです。まあですんで、コンビニの話に戻りますけども、これはね、前回ちょっとね、私が躊躇した自分の体験の話ですけども、私はね、広島市内に住んでる時に、まあいつもね、同じコンビニに行ってたんですよ、ファミリーマートに。それはね、たまたま近くだったってことがあったんで、ずっと行ってたんですけども、まあ自分のライフサイクルがあるんで、だいたい行く時間も一緒なんですよ。行く時間一緒だと、その時間にしかシフトに入れない、まあ女の子もいるわけなんですよね。そうすると、まあお互い、まあ嫌でも顔見知りになるわけですよ。顔見知りになって大抵はそこで終わりなんですけど、大抵終わりなんですけども、やっぱり私のね、声のかけ方っていうのは変わってくるわけですよ。あ、いつもお疲れさんだねと、この時間いつもいるよねって言ったら、あ、お客さんもいつもいますよねって感じで向こうも意識してくれてるわけですよ。っていうことはお互い言い出さなかったけども、ちょっとねアプローチしてみると、まあ私も意識してましたよってことをね、こう話してくれるわけですよね。まあそこでその日は終わるわけですよ。ただ私のもてなしってのはこれからずっと続くわけですよね。まあなんかこのコンビニでキャンペーンをやるたびにどさっと購入してですね、目立つみたいな行動を取るわけですよ。例えばクリスマスね、クリスマスにはね、このファミチキってのを大々的に売るわけですよ。その時は私は、まあ、20個とか30個とかを買ってね、そして自分の会社に配っていくわけなんですよね。で、会社の方に持ってきてって頼むと、やっぱその時だけは会社に持ってきてくれたりするわけですよ。そうやってだんだんわがままを通していただいてね、私が会社の経営者であることとか、店舗を持っていることとかでもどんどん知らせていくということなんですよね。その後は、やっぱりこうシフトが終わる時間っていうのも大体の当たりがついてくるんで、その時間に私がフラフラとね、そのコンビニの前で、自分も暇を装ってそこにいると、まあシフト終わったその女の子がそこ外に出ていく時に、あ、どうもみたいな感じでね、今度は向こうから声をかけてくる瞬間があるわけですよね。そんな感じでその後はどうすればいいかってことは皆さんの想像通りでございます。何が言いたいかっていうとね、どんなところにも縁があるわけなんですよ。だから例えばコンビニのレジの方にちょっとね縁を感じる、
この人と何かあるかもしれないなというところもありますんで、コンビニの中での振る舞いとかね、お釣りの受け取り方とか一つ一つをね、やっぱりこう最高に目の前の人をもてなすんだっていう精神でやってると、こんなね、ほんのちっちゃい恋愛のチャンスも逃さないってことだと私は思うんですよ。そうやってチャンスはどん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 自ら広げていくもんだと思います。もちろんほとんどのそういったもてなしの努力っていうのは全く意味をなさないものですよ。全く意味をなさない。でも恋愛っていうのはね、特に一生添い遂げたいというふうな愛する人を探す行為っていうのは、砂漠の中で一粒の砂粒を見つけるようなもんだと思うんですよ。まあですので、そのぐらいの労力を割いてもね、十分お釣りが来るんじゃないかなと思います。で、おかげさまで私はね、今ね結婚して大好きな奥さんとね過ごしてるわけなんですけども、まあ子供までいるわけなんですけども、私はそういう意識でやっと見つけたぞって感じですよね、まあまさかね、私の作った麻雀店のホームページを見て私の店に来てくれるっていうことはね、なかなか奇跡的だなと思いますし、プラスですね、そこで最初は恋愛感情ないわけですよ。で、私も現場にいなかったですからね、それがなんでこうなっちゃうのって感じですよね。それまでも私ね、採用したあの女性っていうのは結構いたわけですしね、当時お付き合いした方も結構いたんで、なんでこうなっちゃうのってことなんですよ。まあそれは最大限目の前の人をもてなした結果、それが、まあ伝わった人が、まあ、いたってことなんじゃないかなと思いますね、だから私がこれをね手を抜いていたりとか、まあ一従業員として扱っていたらこれはなかったかなという気はするんですけどね、私の経験で申し訳ないですけども、何かの気づきになっていただければと思います。もう一回申し上げますけども、モテたければモテなせということでございます。よろしいですかね。ではいってらっしゃい。